北千住泊まりの常磐線はおいらの仕事場で、人の金を黙って頂戴するすりがおいらの仕事なんだ。というのは渚健一の昭和の金字という歌ですが、今回は北千住の歴史を伝える商品2選をお伝えしていきたいと思っております。北千住駅周辺、現在は足立区最大のターミナル駅ですが、かつては江戸時代日光堂最初の宿場町でありました。北田屋、昭和30年創業の北千住に展開の和菓子屋、北千住の歴史を感じられる商品も数多く、どら焼き屋限定のようです。伊東洋華堂千住店限定の日本酒、千住は伊東洋華堂創業の地、2019年リニューアルしたばかりの千住店では千住の商品をいろいろ揃えておりております。そこを考えることで心を整えるミートセラピー。